私、花山薫が一番好きから始まる切り抜きおもろ。めっちゃかっこいいよな。花山薫みたいな人がおらんいけ、た花ら、山薫みたいほんなまに人は。私、人生かけて貢ごうと思うし、何でもすると思う。花山薫か、見た目だけで言うんだったら、バロラントのチェンバーっておるやん。ああ、そういめちゃうくこちとゃ、か。ものすごいタイプ。なるほど。なんなんででここのの、炭治郎のニット着とどう？そのポイっていう人、まあ、確かにちょっと雰囲気あると思うんだあ、けど、こんな突然出てすくる。げえ批判してたから、ちょっとあんまり近寄れん。今日はもう、私のただ尊敬してる切り抜きしか見てしまったから、ちょっと怖い。そんな批判したっけ、ビ俺。ビって。そんなか？怖い。な。メガネかけいてない。や、すいません。ほんとす怖いい。ません。て、おい、俺を手のひらくるくるで有名って書くな。人は怖くてあんまり近寄れん。怖い怖い怖い。怖い。ち何ちされるかわかんない。ち。残しとってくれた人は好き。おー、簡単なやつやな。好き。こいそこらつ。からまたもう全然引簡く。単なやつ。スピリチュアル求める。おいいや、に、自タ分ヌでが求絡めみてたる。がってるって言っとくわ。ああ。絡みたがってるやん。こいつらが今ここに来たんやね。なんかゆうたさん厳しいみたいな感シじェアだけすんど、なよ。こことここで行超き来ゆうすたんさんな。やけどな。行ったゆうりた来たさん、り。ゆうしたてさんない。あ、はすみません。顔だけは高いとピこリろ人ってがなんいいんだだ。よ。チェンバっぽい格好してくれたら、ピリ人。お小遣いあげるからお願いしていいですかってなるよ。なるけど、でもなんか、寄ってくんなブスみたいな感じにえ、なじるゃあじゃん。そんな感じにそして、の、そんな感リじアルにでした、さ、俺。俺、そんリなアル感でじだっさ、たこうか。さ、そういうこと言われたらさ、普通に落ち着きたいタイプやから、そんなだっそのけ？ババアのブスが、そんみなた言っいたっにけ？なっちゃうじゃん。あれ？怖いよ。俺ババ別アのに、ブスやけん。そんな別ババアにのブなんスやか、けんさ、あセンれ？シティブな話題なんよ、そこそは。んなか？そんだなからなんか言っこう、たっイケけ？メンって怖いやん。そうやってババアブそうスだっ出してけ？くるけん、イケメンは嫌いなんいよ。やいやいやいや。ブスあ、がバ俺バはアでもの結構おブもスろいやと思うとけどかな、あさ、の人。いや、僕なんかとか言って大事にしてくれるもん、私のこと。イケメンはそうやって私のこと、ブス、ババア、いや、ブスなんがかあっババたアか。可愛なんいかあったか、これまでだで。けんねん、なん嫌いかあなるやつな。だったら、その通りトのラこウとマが。言トラウマがあるうやん。ぞ。つら過去いに。ねん、嫌なんい。か。辛あるい。いな。や、なんかされとるな。仕組みが過難去しいに。よ。え、じゃあ、親和性はあるよ。だってうまいもん、私。ちょ、親和性え？いや、イケメンはそうやっしなて、しがあるってこと？私のこと、な、ひどバくカ言うみたいな。優しいから、そっちから言わない。いいなぁ。私が帰った後、い言ってるから、わ、一別生に前帰とっかた言うと。みたいな。な花ん山でやくんねやばないとか言われとったら、心に来るだろ、そういうの。え、いや。私はリスクヘッジしてるだけ。傷つきたくないから。ああ、なるほどね。大事大事。大人自で分すよね。り弱いものにしか噛みつかない。ああ、わかる。強いやつ怖い。おい、なんやこいつ。わかるぞ。わかる。わかるわ。なるほど。俺、そんななんか言っとった人、まあでも、親和性はあったんや。でも別になんか、俺、そんななんか、言ったっけ？気をつけよう、マジで。いろんな人のところに届いちゃうから気をつけなきゃな。炎上後の立ち回り方としてはマジで最強と思うけどね、あの人。すごくない？あそこまで女の子が、ライン踏み越えることないよ。炎上した後に。めちゃくちゃすごかったぞ、マジで。いや、ぶっちゃけ開き直ったもん勝ちっていうのはみんな知っとっちゃうけど、開き直った瞬間って、マジで 4.5 倍ぐらい叩かれるけん、みんな開き直る勇気ないっちゃう。でも、一回開き直って、その 4.5 倍ぐらい叩かれるゾーンを乗り越えてしまうと、ああなる。あの、ちょっと最強な感じになる。いや、いいわー。ちょっと、面白いですね。なんか、仕事でもしますか？ゴキブリでも食いますか？じゃあ。僕、善逸の柄のニット着ていくんで。へえー、でもありがたいよね。ああやって触れてくれるとさ。俺、シンプルに他の人から話題として出されるのなんか、嬉しいみたいな気持ちになってしまうけんさ。田中なんか性病虫キングしようって言ってる。は？なんだって？俺、強さ320やけど大丈夫か？勝てんのか？目赤いシリアダーコレクション。俺、いいんやな？俺のチンパ、アダーコレクションやぞ。俺と戦うんか？アダーの俺と。二度と自分の足で立てなくなっちゃうよ。イケてる奴らでも